はい、皆さんこんにちは、元気なおじです。さあ今回はね、事件とは全く関連のないお話になります。犯罪捜査洗い出しに妥協なし、これね、ひらがなで4文字ね、ひね、なんとかチャンネルのひこれに窓があってね、あそこら辺のね、なんか動画で見たときに、家宅捜査とか来たときにね、ありとあらゆるものがみんな持ってかれたっていうね、そのすれ違う、姉ちゃんのパソコンまでね、全部片っ端から持ってかれてってね、そんなような話、見たことない、あるよね。で、そっかと思って、アマゾンの中抜き、威力業務妨害とかね、嫌がらせで、いろんなしっこい中抜きとか、そこにとどまらず、捜査線上に、例えば押収した要はパソコンとかスマホとか、ね、自宅からどこに何をアクセスしてるのかとか、じゃあ、外からはね、行動範囲から、漫画記者みたいなところからね、いや、インターネットカフェから何かやってないのかとかね、そういったものまで全部笑いじゃないね、調べられるよね。で、当然自分のもんだけじゃなくて家族のもんまでみんな持ってかれてね。そうするとよく考えると、アマゾンで中抜きをしてるってことは、例えばいろんなね、ヤフオクとかメルカリとか、なんかそういうところでもなんかイチャモンつけそうだよね。で、個人相手にすると、出荷した時の状態とかバックアップしてない方が結構多いと思うから、意外とね、すごいとてつもないクレーマーだったりとかね、する可能性があるよね。あと宅急便にケチをつけるとかね、そういうものも含めて、いろんなありとあらゆるなんかパーツ関係とかそういうものもね、一緒もつけてせしめ取ったもので固まってるアウトワークスかもしれないし、とにかくね、いろんなもの、自分のもの以外もみんな持ってかれるんで、ありとあらゆるものがね、そのアマゾンの要は詐欺窃盗にかかるかからない、とりあえず関連がないか探すための家宅捜査だからね、ありとあらゆるものがみんな持っていかれるっていうね。で、あれで使ってダメだった、これで使ってダメだったっていうね、それが車の中で、置いたとか撮影したとか、なんかそんなようなのもあったら、その中古のアウトワーク氏も要はそれを使ってなんか出来上がったら、それも押収とかね、ありとあらゆるものだからみんな差し押さえる、ね、持って帰ってしまうことになると思うんだけど、生活にしたままでも車がその犯罪関係に、でも気象カメラこれ使って撮ったらダメだったとかもしれなかったら、当然それが証拠になるから、車持って帰れるわね、あとはね、そういうことでね、アマゾンが被害届を出したとして捜査が始まっても、そこの捜査線上にいろんなものの取引とかね、いろんなどこに参加してとか、どこに登録してとか、そういったありとあらゆるものが、あらゆる全部調べられたら、一箇所でやってるってことは、絶対他でもね、もうそういう癖のあるものっていうのはやってるはずなんだよ、必ず。コンビニとかスーパーでも絶対一文つけてるはずなんだよ。だからそこら辺の行動範囲のお店にお聞き込みとかね、だから本当何があってもね、中身、捜査のあいつの件で来たんだよとかさ、ね、ずっとそれ関連でね、捜査の入ったところはね、みんな、こういったものがこのお店に来ませんかとかね、てててれれんてれれんてて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 
前回は確かお米を買っていってお米に虫が入っていたっつってクレームついて確か返金しました。その時の状況なんですけども、お米は持っていった状態でほとんどで使っていて気がついたってことで買ってで2週間をほとんどこれぐらい残ったところに虫が出たってことで、返品させられたので、だいたいお米戻ってきたらこれぐらいだったような気がしますけども、まあ、お店としても目の難でしたので。そうですか。いや、もしかしたらその虫も入っていなかった可能性があるわけですね。入っていたか入っていないかは分からない。他のお客さんからは同様の虫が入っていたというクレームは同じ業界でありましたが、いや他にないですね。そうですか。まあお米のね虫ってないので、でどんな虫でした？実はあのダンゴムシが入って、ダンゴムシですか？お米の中にダンゴムシですか？まあ、これ製造したとこで、精米をしてダンゴムシが入り込むかな、それは限りなく怪しいですね。そこら辺から拾ったダンゴムシを入れた可能性が分かりました。じゃあその当時の発行したレシートありましたら念のためにお借りできますか？少々ご協力ありがとうございます、ね。まあ、こういうのがね、なんかいっぱいボロ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 出てきそうだね。本当内容によってはテレビネタになるね、あの警察24時、ね、アマゾンの中抜きから始まった巨大なありとあらゆるもので、同様の手口でっていうね。いやー怖いね本当思ったんだよ。でそのまあ一つのアマゾンの要は中抜きの詐欺窃盗の捜査線上にいろんなものが出てくるんだよね。で全てものに対してそれを白黒ちゃんと証明しなければならないっていうね、まあ、そういったものも出てきてね。そしたらね、そのお米ね、そのお米の袋とダンゴムシに召し上げたね、ダンゴ見て指さして写真を撮る、ね。まあ、こういうのがいっぱいあるわけなんだね。まあターゲットになってるのはね、えメルカリやフォーク大丈夫なのかな、そういうところって、ね、メルカリで落札したけど金のネックレスを買ったのに中身は入ってないじゃないか。いや確かに入れましたけど入ってないんだよ。いやそういうのがボコボコなんか叩けば出てくるような気がするよね、なので、まあ、ことと次第によってはね、いろんなものが、まあ、別件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 で、ね、あって、まあ、一個のものでね、取り調べで、まあ、勾留何日って確かあったと思うけど、その捜査上で別件のそういったものがいっぱいあったらね、これが切れたらまたその件でガチャッってね、まあ、これの繰り返しになるよね、本当ね。まあ、裁判は合算し、試合がね、日本の場合はね、3年プラスね、これが3年ってやっても合算して 3.5 年とかね、ちっちゃくなっちゃうからね、うん、1個が済んでからまたもう1個ってやらないと上乗せには少なくなっちゃうからね。そんなわけでね、うん、怖いね、まあ、そんなわけです。
まあ、あの芋づる式にいろんなことがボロ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 出てくる。アマゾンのね担当部署にで庁の庁舎に入る。やっぱりねどう考えても不自然だし、100% の確率で購入したアクションカメラが全部ダメなもので全部評価が1っていうね100% の確率で全部ダメっていうね、全部内容見たけど全部ダメっていうねケチがついてね、まあそれが天文学的数字な確率だからね、本当ね、いやちょっと楽しいことになるなこれはね。そういう阻害はね、そういうものがかなり影響するからね。まあ、とりあえずもうおじいも情報はもうここからは入らない、その担当部署の方に行ったわけなんでね、そこからの調査は当事者ではないのでね、そういう調査の内容は教えてもらえないからね、本当ね、まあ、どうなるかわからないけれども、怖いね怖いね怖いね本当ね、結果も教えてくれないからね、本当ね。ただ新聞とかニュースとかネットニュースとかね、いろいろ見てると、まあ、何かしら出てくるかもしれないね。ねえ、まあそんなわけだよね。まあ、おじい早くおじいでも来ないかな、早くね、おじいとかね名誉毀損で早く訴えてくれないかな、ね、どうなってんのかな、ね、どうやって訴えたのかな、名誉毀損でしょ、うん、ね、ちゃんと証明してるのかな、ね、まあ、一石二鳥なんだよね、本当、そこのところを証明してくれたり自分のやばいものがボコボコ出てくるっていうはい、そんなわけでね、おじいはこれから今日はね焼きそばですね、日清かね、日清の焼きそば今日はね、仮面ライダーがね、なんか焼きそば買ってやってうんってこう食べてる CM 最近やってるんで、それ見てね、ああ焼きそばパン作って食べたいってふって思ったんでね、今日は焼きそば挟んで食べます。ではね、おおね、調査が始まる調査が始まる調査が始まる、調査の結果調査の結果楽しみだね。さあどうなるかな、本当ね、さあカウントダウン、ダダダダダダウン、開けた、中抜き、ここにいるのは分かってるんだ、開くぞ開けろ、恐怖のドア叩きまで刻一刻と X デーが迫ってくる。なんか一本のドラマが作れそうだね、そうみたいな感じで、そうね、あれ面白かったね、そうって6ぐらいまであったっけ、そうね、残された時間がああってね、あれ最初おっかなかったけどね、いっぱいそわそわしちゃって逮捕が目の前ドキドキ怖いね怖いね、あー砂時計がどん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 押していくよ、ね、さあ自由でいられる時間が刻一刻と減っていくよ。さあどんな証拠隠滅してもサーバーからは消えないよ。その証拠隠滅の跡が
見つかれば見つかるほど悪質っていうことが証明されて執行猶予つかなくなるぞ。ねえ、どんどん心証悪くなるね。でも証拠隠滅したくなるね、いろんなとこのやつね。さあどうなるかな。いろいろ騙してせしめ取ったものを中古のアルトワークスでどっか不法投棄に行くのか。いろんな道路に設置された防犯カメラで不審なアルトワークスが夜ヘッドライト、ね、片目でしかも整備不良で、マリさん中抜きはヘッドライト注文済みですね。発送待ちらしいです。よし、おい、やつは絶対にヘッドライトが届いた後消えたランプとすり替えて玉がつかねえ、クレームをつけて返品して返金させるはずだ。動かぬ証拠を取り、かしこまりました。なんか目に見えてくるね、いろんなものがね。まあ現実ね、どうなるんだろうね、本当。いやー、あの担当部署の調査楽しみだね、本当。ワクワクしちゃうね、本当。出所した時は頭丸めた状態で出てくるかもよ。さ、自由の砂時計がどんどん落ちていくよ。七志くんの名誉がどんどんなくなっていく。名誉あったの？うち名誉毀損で訴えられるんだけど、七志くんの名誉は、ああ、さあ焼きそば作って食べよう。